今年2回目の河口湖に来ました。前回ね、結構楽しくも悔しい釣りをしたんで、おし、バレないでよ。あ、バレた。今のゴージュアップじゃなかったのか。くそ、ゴージュアップじゃなかったのかよ今の。楽しくも悔しい釣りをしたんで、早くもね第2回ということで、フライもねちょっと増やしてきました。フライもいろいろ、こういうフライがね活躍するような状況になったら楽しいんじゃないかと。また釣れるといいな。大きいの釣りたいですね。大きいの、ベイトはいるんですけど、バスがそんな大きくないのが1匹いるけど、結構すれてるね。トーナメントでライブウェルに入れられて、ウェイン会場に持ってかれちゃったかもね。これはなんだ、濁りかな、なんだろう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 、濁りかな、濁りかな、濁りかな、濁りだね、濁りだよね。なんか、え、なにこれ、なにこれ、なんですかこの魚、ウグイですか、ウグイですか、ひょっとしてウグイですか。河口湖で初めてかもしれない。なにこの魚、ウグイだよね。あ、初めて釣った河口湖で、おお、はい、うぐい、うぐい。河口湖初めてですね、うぐい釣りました。丸太じゃなくてうぐいだね。結構いいサイズじゃない。お、尺堂々たる30、35、6、7、8、38センチですね。ウグイさんありがとう。ベイトがこれで、フライがこれで釣れました。そんなに合ってないんだけどね、これで釣れちゃうというね。意外とこういう一生懸命作ったこういうのはね、釣り人の願いが届かないというね。意外とこういう方が釣れるという。バスはあれかな、生き残りが、あのね、JB のトーナメントがあった直後なんですよね。いいサイズのバスはライブウェルに入れられて、ウェイン会場に持ってかれちゃってる可能性があるんで、プロにも釣られない生き残りがこの辺に残ってるか、どうなんだ、それともでかいのが回ってくるか、引き波パターンあるか、引き波パターンあるか。さっきウグイが釣れた時、地合いだったんですね。バス1匹見たんですよ。そこの濁り狙っちゃうかな。濁りって。サイトで濁りを釣っちゃいました。この濁りはあんまり引くか、ここにね濁りの群れがいて、もう間近、あんまり間近で見ると狙う気がしなかったんですけど、あんまりバスがね、バスの気配がないんで、ちょっと今狙っちゃいましたね。やっぱり釣れますね、釣れますね、狙っちゃうとね。サイトで口元を誘って釣っちゃいました。うぐいと濁いで、これで小イカ2種は釣ったと。40センチちょっとって感じですね。はい、濁いさんありがとう。ちょっとサイトで狙っちゃいました。あんまり濁いを釣ってバスアングラーに注目されると恥ずかしいんで、これくらいにしときましょう。ちょっと今濁りを釣ったら注目を浴びちゃいましたね。結構周りに人がいるんですけど、濁りを釣って喜んでるの僕
僕ぐらいなもんなんで恥ずかしいんでこれくらいにしときます。釣れますか？いやーダメですね。マラソンですか？あ、そうです。いつもぐらい YouTube 見てます。あ、ありがとうございます。先週投稿してすごいの釣れたから僕も来てみたらまさかいらっしゃると思わなかった。いや先週釣れたからまた2匹目の土壌を狙ってきたんですけどそううまくはいかないですね。いかないですか？濁いとうごいが釣れました。あ、どうもありがとうございます。どうもそうそう2匹目の土壌というのは釣れないですね。朝一のチャンスタイムは終わっちゃった感じだな。風が出てきちゃってここにいた濁いもいなくなっちゃいましたね。ちょっと別のところもちょっと今歩いてきたんですけれども、結局ベイト沖はここが一番あるよな。ベイト沖はここが一番あるよな。来た。これはバスっぽいよ。頼むよ。今日はキャッチさせてね。今日は B10S でフライ作ってきたんで、ちっちゃいんですけど B10S の10番でつく。あれこれかなり。よしよし。え、バスだよね。バスだよね。よし。2匹目の道場いたんじゃないのか。ちょっとバレないでくださいよ。お願いだからバレないでくださいよ。やった。2匹目の道場いた。やめてちょうだい。よし、でかい、やった、これは行ったんじゃないか、これはゴージアップの予感ですよ。口閉じの、尾開きの53だね。やったぞ。いやー、よかった。B10S はバレない。やっぱ B10S はいいね。はい。フライはちょっと、まずリリースしましょう。はい、ありがとう。よし。いやー、釣れてくれてありがとうですね。フライはね、前回バレたので、信頼と実績の B10S の8番ですね。やっぱ B10S はね、バレない。これブルーギルはフッキングしなくなっちゃうんですけど、やっぱバスにはこれだね。前回ね、ブルーギル用のアキスコのフックでやったんですけど、やっぱね、ガマカツ B10S はね、バスにはいい。信頼と実績の SSC です。シラウオとワカサギを意識してね、カラーを白にしました、今回ね。結局、ベイトがこれで、こういうフライも作ってきたんだけど、結局これで釣れると、まあ、これも、まあ、水中で動かしてなんぼだからね、こう静止状態で人間の見た目でそれっぽいの作ってきたんだけど、まあこういう思いは通じないんですね。まあ、これが活躍する日も来るかもしれない。ワカサギと思って食ってきたのかシラウオと思って食ってきたのか分かんないですけど、シラウオはねかなり元気で捕まえられないんですよ。ワカサギはもう弱ったやつがそこら中にいるんですけどね、大抵ねバラしてリベンジだってね、すぐに来てね釣れた試しはないんですけど、うまくいったね。今年は河口湖は噛み合うのか、ひょっとして。霞はさっぱりなんですけどね。おかしいな、ホームの霞がさっぱりで、たまに来る河口湖の方が。なんだ、またシーズン券買っちゃおうかな。あれ、シーズン券ってまだあんのかな？なくなっちゃったかな？ち
でも調べてみよう、シーズン券ひょっとしたらなくなったかもしれないね。そんな情報をどっかで見たような気がするな。いやーよく釣れたな。風が吹き出したタイミングで釣れたってことかな。あとちょっと場を休めたのもいいかもね。朝一こうルアーの人入ってて、ルアーの人がね帰ったんですかさず入って、でうぐいと濁いは釣れたんだけど、その後良くなくてバス一匹見たんだけどね、そんなに大きくないのをね。その後なんかダメだからってちょっと歩き回ってきて、戻ってきたら釣れたね。また一周回って戻ってきたら釣れるのかな。 JB のトーナメントがあったからウェイン会場に持ってかれちゃったかと思ったけど、生き残ってたのか釣られずに残ってたのか、それともねウェイン会場からまたここまで戻ってきたんですかね。もう次は60ですよ。55アップですね、まずはね。で60ですよ。なんで60って言うんだろうね。50アップの次上が60アップ、まあ60アップとも言うけどねえ、まあ、関東じゃそうそう目にかかれないよね。琵琶湖で本格的にバスフィッシングやってる人にはね、そんな珍しい魚でもないのかもしれないけど、特に50アップなんてね、なんか10センチ基準が違うよね、琵琶湖のね。僕の言ってる40アップが向こうの琵琶湖の人たちは50アップが普通に、こういうのが釣れてるのかもしれないけど、僕は数年に数匹しか釣れないんですよ。めったに釣れない50アップですよ。そうそう釣れないよね。まあ、今 SNS とかネットの時代で釣果情報ってね、まあ、基本的に釣果情報って竿頭の情報ですからね。何でもね、スポーツ新聞に載る釣果情報でも何でも竿頭の情報で、実際ね自分にそのね幸運が回ってくるのはそうそうないんですけど、でもまあまあうまくいったな。ウグイとニゴイとバスですよ。今年1匹目のバスが49センチで2匹目が53センチとかね、河口湖さまさまですね。霞が好調に釣れてて、霞よっ、おお幻覚、霞が好調に釣れてたら河口湖来なかったでしょうからね。え今何かに触ったぞ。あんまり遠投すると、まあ遠投ってほど遠投してないんですけど、あんまり遠投するとなんか魚なんだかなんだかよくわかんないですよね。このラインスラックが出てね、ガンって持ってければいいけど、今みたいに何かに触ったんですよ。はい、後半戦ちょっとポイントもね移動しました。どうでしょうね、後半戦。今年はね水位が低くてフライやりやすいですね。バックが取れる。あんまシャドウにはまだいないんだね。ディープが隣接するところをやった方が良さそうですね。あ、チェイス、チェイスあった、チェイスあった。なんだろう、バスかな、濁いかな。チェイスあったぞ、濁いっぽかったな。今チェイスがありました。黒い影が追ってきたけど濁いっぽかったな、なんとなく。いやちょっとやりが出た。何でもいいから反応があるところは調査すると。あ、濁いだ、濁い。今ちょっとまたチェイスがあった、濁いの。濁いがあんまやる気なさげにヨロヨロついてきたね。濁いのチェイスはあるぞ。あんまやる気を感じない濁いだな。ここは見やすいね。見る楽しみはあるね、ここね。今日50アップ釣れたけど、食う瞬間とか見えなかったですね。水面が波立っててね、でっかいバスがヌーってきてドキドキするのは一番痛いよね。ガンって来るのも楽しいんですけど、でっかいバスがぬってくるのを味わえる湖ですよね。霞じゃそういうのが分かんないから、河口湖の醍醐味のものでかい三重バスを見たいな。ここ
夏になるとブルーギルがたまったりする場所ですよね。今はブルーギルいませんね。かえって大物釣るチャンスなんだろうな。でかいやつしか動いてないんだろうね、まだね。浅いところに来てね。あ、こんにちは。あの朝方一本いいやつが釣れましたよ。うん、今はダメですね。そうですね、お互いそうですね。めったに合わないですね。バスですか？バスです。あー、同僚で、あ、来た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 。いやー、お話しかけてくれてですね、殺気が抜けたおかげで来たかもしれない。いや、あのね、来るとでかいんですよ、実は。あ、ドキドキ、ドキドキ。バレないでよ。よしよし、よしよし。あれ、鯉かな？鯉かな？鯉かもしれないですね。鯉かな。鯉釣っちゃったかな。バスかい？なんだなんだ。あ、鯉ですね。実はウグイも釣ったんですよ。これでニゴイも釣ったから4目達成だな。よく来るんですか、ここには。あ、そうですか。どんなパターンで釣れます？自分のからもう数年、今の時期ドラワカ。ドラワカですか。そうです、フライらしい釣り方だとそうなりますよね。ドラワカで出ます？あ、そうですか。やっぱりずっと待ってるの、浮かべて。ああ、私、こらえ性がなくて動かしちゃうから、動かすとダメですよね、きっと。動かしても、来ます。あ、来ます？あ、そうですか。ちょっと頑張ってやってみようかな。あ、そうですか。ドラマ化ですか。はい。あと、岩井美濃。はいはい。あ、岩井美濃でも出ます？みたいな感じで、ね。あ、そうですか、ね。いいこと聞いた。それで頑張れるかな。あ、なんかいいこと聞いたな。頑張れる気がする、それで。もしかして車田さんですか？あ、そうです。あの、見てます。あ、ありがとうございます。こんなんで出ると思います？あ、出ます？いろいろシンキングから何から作ってきたんですけどね。これでやってみようかな。今日ももう、そろそろ帰ろうかなと思ったんだけど、いいこと聞いて やる気が出ました。一匹釣ればね、多分待てるようになると思うんですよね。川口湖から車で20分というところにお住まいの、なんとフライアングラーの方にお会いして釣り方を教わりました。試してみよう。せっかくね、ドラワカ作ってきたんで、簡易ドラワカですけどね。うん、なんか動かしちゃいけないらしいですね。なんかラインスラックを取るぐらいで流せばいいらしいです。いろいろ教わったんだけど、結構忍耐の釣りだな。私、霞ヶ浦でポッパーでポッピングしてバイトを誘発させるね。まあ、前も言いましたけど、私基本的にリアクションバイトで釣る人間なんで、このナチュラルな釣りっていうのはどうも苦手だな。で、ひたすら待つと。最初の一匹がね、これで釣りイメージがつけばちゃんと待てるんだと思いますよ。霞ヶ浦なんかはもう足際タイトにうまくここにキャストすればとかいうポイントがね、トップに出るポイントがあるんですけど、この広大なオープンウォーターで、しかもね、浮かべて待つというね、リザーバーとかでね、こう岩井美濃でトレースしていく釣りはやったことあって、それで結構釣ったこともあるんですけど、川口湖でこういうのまあ基本らしいですからね。ルアーの人も会津系のルアーのほっとけっていうのは川口湖の一つの正解のメソッドらしいんでね。 JB の大会があったばっかりで、そういう
やり方でも散々攻められてると思うんで、ああ難しいな。出ました、乗らない。あ、そうですか。だからまだ暗中模索してる段階ですね、フローターはね。あれでなんかパターンをつかめればねいいと思ってんだけど、まあ気持ちいい、なんか夏暑い時ここ涼しくて気持ちいいからいいやって感じで。ただのなんか船遊びですよあれは。あんまり釣れない。むしろ今の時期こうやった方が釣れますよ。あ、さっきが抜けたんだ。え、なんだろうなんだろう。あ、バスかな、バスだ、やった。あんまり大きあの出る瞬間見てませんでした。やった、岩井美濃で出ました。目の前でした、目の前でした。そこブレークライン上ですね。おーおーおー、引くね。あのよそ見してたおかげでフッキングしたかも。下手にちゃんと合わせたら使っちゃったかもしれないですね。あー、あんまり大きくないけど嬉しいな。あ、でも十分だな、これ霞ヶ浦だったら十分なサイズですよ。やったー、やったー。あー、よかった。丸飲みじゃないですか、釣れる時はこう丸飲みで食うんですね。42センチ、はい、ありがとう。まあ、なんだろう、一応マッチザベイトということでこれで釣れましたと。これベイト、多分これ食べてたんでしょうね。岩井ミノーもこんだけ止めといて釣ったの初めてですよ。結構僕あの岩井ミノーで釣ったことあるんですけど、ほぼこうリトリーブしちゃって、まあポーズの段階で食わせるんですけど、もうサッサッサって引いてポーズ、サッサッサって引いてポーズで、こういう釣り方は初めてですよ。教えていただいたおかげで釣らせていただきましたよ。この動かしちゃダメっていうのが、霞でポッピングでバスを釣ってる僕としてはとってもしんどいけど、でも確かに一匹釣れたからね。もうドライフライを浮かべとくイメージなんだろうな。動かしたくなっちゃうけど我慢なんですね。案外忍耐の釣りですね。これで魚がうーっとか見にくらあれですけど、そういうんでもないみたいだな。浮かべて放置の釣りで確かに釣れたけど、忍耐の釣りですね。目標の50アップが釣れてよかったですね。でなんとフライマンの方からいろいろね釣り方を教わりました。なんか引き出しが増えた気がしますね。話聞いたらもっと早い時期がいいらしいですね。もっと早く来ればよかった。自分的には今年は川口湖ね、霞が釣れないからって早めに川口湖に来たつもりだったんだけど、川口湖が本当にいいのはもうちょっとね早い時期らしいです。来年はもうちょっと早く来ようと思います。いろいろね話が聞けてためになりました。勉強になった。50アップも釣れたし、いい一日でした。いや、よかったよかった、帰ろう。